ははいどうもこんにちは花でです、えー、とですえとね今日はですね、ちょっと、えー、いつもと違いまして、えー、芸大、美大のカリキュラムへ3つの要望ということでですね、まあもう完全に個人的ですけれども、えー、こういうカリキュラムにしたらどうかなということでですね、えー、提案をしてみたいと思います。まあ、要望ですね、えー、勝手な要望だと思ってくださいはい。ということでですね、早速行ってみましょう。 えー、これ3つですね、えー、3つなんですけれども、1つ目、えー、半分は英語で授業をせよ、えー、2つ目、学生全員にウェブサイトを作成させよ、3つ目、フリーランスとして生きていく術を与えよということで、えー、この3つを要望したいと思います。はいじゃあね、えー、1つずつねもう少し詳しく見ていきたいと思います。はい1つ目、えー、半分は英語で授業をせよということですね。はい でですねまあこれ日本だけで生きていく道はないということなんですけれども、えー、まあこれ全般に言えることだと思いますがあらゆる仕事でね言えることだと思いますけれども特にまあアーティストになるというふうに仮定した場合日本だけで生きていくという道はですねこれからまあどんどん少なくなっていくだろうと思います。これまでは画壇とかですね、えー、まあ日本のマーケットだけで生きていくというすべもあったと思いますけれども えーまあ、今後はあ日本だけで生きていくということは、えー、ないでしょう、えー、と思います、はい。ということで、えー、じゃあグローバルにはどうすればいいかというと、グローバルイコールもう完全に英語であるということです。でーまあえー、とアート業界ですね、基本的にまあどこに行ってもですべ、ねえー、て英語です、えー、ので、もう英語ができないとなかなかコミュニケーション取れませんので、えー、英語はもう必須であろうと。 いう,ふうに思いますじゃあ具体的に何かをするかというと、まあ、プレゼンテーションですね。で、えー、日本の芸大、美大の場合はですね、主にですね、プレゼンテーションというのは、公表という形で、えー、されていると思うんですけれども、これ、名前変えた方がいいと思うんですね。プレゼンテーションっていう名前に変えた方がいいと思うんですね。で、 えー、じゃあ具体的にどういうふうにやっていくかっていうと例えばキーノートとかですねパワ、えーポイントとかですね、えー、そういうものを使ってですねプレゼンテーションしていくということですねで実際ですねアーティストになった後はプレゼンテーションをする機会というのは大変多いです、えーまあ、アーティストトークっていう形は個展、まあ、大規模古典の場合にはね、えーまあ、ほぼ必ずと言っていいぐらいありますしそうした映像っていうのはですね、えー、グローバルに配信されてます で、えー、それはもうすべて英語ですね。母国語でするっていうことかなり少ないです。英語で、えー、されてますね、みんな。はい。じゃあ次ですね。コミュニケーション。で、海外の、えー、まあ、キュレーターとかですね、美術関係者、アートディーラーあ、ごめんなさい、アートディーラーと言わない方がいいかな、アート、ーまあ、ギャラリストなんかとコミュニケーションを取るときはもうあ、コレクターもそうですね。すべて英語です。えー、ですから、えー、コミュニケーションを、 英語で取るという練習も必要になるだろうというふうに思いますから、えーまあ、コミュニケーションを中心としたような、えー、授業も必要だろうと思います。で、次がステートメントですね。これはですね、日本の作家でも多くの人がですね、日本国内でもですね、多くの人がやっていると思いますけれども、ステートメント、まあ、文章ですね、テキストを,を日本語だけで書くっていうことはほぼないですね、今も。 えー、まあ、必ず英語をつけてます。で、多くの場合ですね、これ、今はですね、トランスレーター入れてるんですね、翻訳者入れてるんですけども、えー、やっぱりですね、日本語と英語の間にはかなりあの差があるっていう感じがします。で、僕なんかが、あのー、展示を見るときにはですね、よく英語のステートメントもくださいって言うんですけど、なんでかっていうとですね、日本語で言ってる意味がよくわからないときに、英語で確かめると、ものすごくよくわかるということがあるんですね。 で何が言いたいんだろうっていう時に英語で確かめたりするんですよ。でということはですね、逆に言うと、その,あの英語の方で僕理解してるっていうことがあるんですね。なので、あの、えー、半々、つまりですね、海外の人に伝える場合と、日本語で伝える、えー、テキストにすごい実は乖離がある場合があるで。その間はやっぱりアーティストを埋めたいでしょう。えー、ですから、ステートメントを英語で書く。自力でね、ある程度まで。最後の最後は、あのー、 英語ネイティブってもうほとんどいないと言ってもいい、まあ、ものすごく少なくなってると思いますけどね何がネイティブなネイティブイングリッシュって何なのかってもうよくわからなくなっていると思いますからえー、っとまあ最後は、まあ、英語が本当にできる人に見てもらえばいいと思うんですけれども基本的には僕は自分で書くようにした方がいいと思います、はい、で最後でこれが一番重要なんですよ片言でいいんですねでステートメントなんかを書くときは、まあ、あの細かく見なければいけないですけどこれ時間をかけることができますから Google 翻訳に入れた後に自分で直すみたいなね。あのこれはかなりで、あのもう翻訳シスあ翻訳のーシステム使ってかなりできるので、えーと、細かくできると思うんですけれども、コミュニケーションなんか本当片言でいいです。で、あのかなりビッグなあ、ビッグアーティストでもですね、英語圏じゃないアーティストって、実は片言ですよ。あの英語がものすごく流暢だっていう人は少ないですし。し あのアート界って基本的にはですね何、えー、て言うんですか、まあ、文化相対主義というかですね、えー、多様性を認めるのが前提ですからあのむしろその英語を英語らしくしゃべるっていうかなあーのではなくてですね、えーまあ、自分の国のらしく英語をしゃべるというのジャパニーズ・イングリッシュみたいなそっちの方がむしろちょっとかっこいいというような感じがあるんじゃないかなと僕は思ってます。 だからあの、かっこいい英語をしゃべる必要全然ないんですよね、えー。例えばね、ドイツとかでもそうですよ。ドイツ人とかでもそう。あのなので、えー、これは片言でいいっていうところがすごく重要です。なので、えー、それでよければですね、えー、大学の先生も半、えー、と英語で授業できるんじゃないかと思うんですね。お互い片言でもいいんですよ。でどんどん上手くなっていくしね、そうやっていくうちに、えー。なので、もう半分ぐらいは英語で授業していいんじゃないかなというふうに思ってます。 じゃあまあ残りの半分は何かというとまあこれ後から話しますけどもこれはもう知識系の授業ですね。えー、美術史とかまあえっ、ー、と哲学とかねまあ、そういう、えー、座学系の授業っていうのはまああの日本語の方がやっぱりさすがにかん頭を使って考えなきゃいけないから。 えー、いいのかなというふうには思いますね。はいということで、1、えー、つ目は半分は英語で授業をせよでした。じゃあ2つ目、えー、これですね、これも結構重要だと思うんですね。えー、学生全員にウェブサイトを作成させよう。で、えー、これなぜかというと、ですね誰もが検索する、検索される時代ということなんです。で、新しくですね、私もですね、アーティストを知ることがあるんですね。まあ当たり前ですけれども、その時にまず何するかというと、やっぱり検索するんですよね、名前を。で、 えとまあ、一つの作品、まあ、特に若い作家の場合は、ですね一つの作品だけで、あこれいいなとか思ったりするわけですね。でいきなり古典とかっていうのは無理もう古典級の作家になったら、それはもうギャラリーのサイトとかがありますから、いろいろ見れるわけですけれども、えー、若い作家の場合はですね、1点だけで判断し,しなきゃいけなかったりするわけです。これってすごい大変なことなんですね。で、えー、じゃあ、他の作品見ようかと思ったらですね、えー、検索するわけです。でも、でも検索しても出てこないと。 でさらにツイッターとかですね、SNS とかでもですね、最近の子たち、名前変えてやりますよね。えー、だからもう何もわからない状況になるわけですね。えー、なので、えー、これはですね、ウェブサイトはもうこれは必須です。えー、ですからあ、これはですね、学生時代の間に、えー、ウェブサイトを作るという能力をですね、もう身につけさせておくべきだと思いますね。でかつですね、例えばですね、えー、っと,とても簡単な WIX とかですね、そういうサイトありますね。あれ、すごいダサいですね。 でなんでかというとアーティストっていうのはですね自分で自分のものを作るっていうのが仕事にしているクリエイター,でーとしてのクリエーションするねのが仕事ですよねそれをですね WIX みたいなサイトにですね任せてるっていうのはですね僕やっぱりちょっと一部を手放してる感じがするんですよねなのでちょっとですね僕はあのー、んこういうので作っちゃうんだなっていう風に僕なんかは判断してしまう実はそのウェブサイトの作り方 とかデザインとかっていうものが、えー、そのアーティストの力量というかですねを判断する時の目安になってますそうである以上ですねやっぱり自分で作るべきですね、えー、そしてそれは学校で教育するということが必要だと思います、えー、ということで HTML ですね HTML5、まあ、ですけど今は、えー、基本的に まあ、HTML を分かってればいいんです。そんなに難しいことはもうする必要ないです、えー。で、難しいサイトを作る必要ないですから、アーティストの場合。むしろシンプルであればシンプルであるほどかっこいいという感じがしますよね。えー、例えば、ビッグギャラリーですね。画廊社とかね。ああいうところのサイトってよく似てますけど、いろんなところでね。ハザード・ワースとか。あのー、すごく似てるけど、うん、どこもとてもシンプルですよ。だって作品見たいんだから。作品見たいのと、あとは情報知りたいだけなので、えー、その、 なんていうか最終的な、あのまあ、彼らにとっては商品ね、っていうのは、あ作品ですから、実、生物ですから、えー、とですねあの、余計な要素はない方がいいんですね。えー、なので、HTML にしてもですね、そんなに難しいことをする必要ないでしょうと。で、まあ、ほとんどは今、ワードプレスで作ってますから、えー、まあ、ワードプレスで必要なぐらいの HTML の知識があればいいんだということです。 でこれはですね、やっぱり自分で作れるようにしておくというのが必要だと思います。ちなみにまあ僕も自分のサイトを持っているわけですけども、えー、それは HTML、ワードプレスで作ってますね。えー、で、えー、と同時に僕がちょっと一つだけ言っておきたいのは、あの批評しているような人間もですね、やはりですね、あの作っておくべきだと思います、僕は。えー、そこをですね、例えばですね、テキストとかですね、えー、自分が撮った画像とかですね、 えー、そういったものをですね手放すっていうのはです手放すっていうのがつまりあの、えー、誰かの手に委ねてしまっているという状況ですねっていうのは今の時代に合っていないと思いますね、えー、これちょっとインターネットの古い考え方僕の,僕のにはちょっと古い考え方なのかもしれないけどやっぱりインターネットってその個人が発,発信するっていうことが直でできるメディアなわけですねかつですねすごく重要なところはその、えー、インターネットあの、まあ、ワールドワイドウェブを おストックメディアとして使うっていうことがすごく重要だと思うんですよ。フローとして使わないっていうことですね。なので、ウェブサイト自分がウェブサイトを持つっていうことは、自分の情報をとか、ですねお自分が発信していた情報っていうものですね自分の手の内のところにストックしておくことができるわけですね。そうすると、それ自分の資産になるんですよ。ストックですから、あのー、資産という意味でしょ、ストックって資産という意味のものにありますよね、えー。これが非常に大事だと思います。 なので、これは自分への投資なんですね。えー、だと思います。ということで、二、えー、つ目は学生全員にウェブサイトを作成させようということでした。さあ、次です。三、えー、つ目ですね、えー。フリーランスとして生きていく術を与えようということです、えー。まずはですね、助成金の取り方ですね。えー、で、今回ですね、まあ、今ですね、撮影している、えー、今はですね、2020年、えー、コロナウイルスが大変、えーまあ、流行していて、大変な時期なわけですね。 で、えー、文化庁がですね、大変、えー、まあちょっとこう、太っ腹なで,ですね、えー、女性を出してくれまして、あまあ、アーティストっていうのはね、まあ100、100、マックスで150は個人で取れるというような助成金があったわけですけれども、これ、まあ、アーティストたちは大変苦労していたわけですね。で、これは、まあ、正直私もびっくりしました。こんなにできないんだなと思いました。で、やっぱりですね、助成金の、こういうの、すごく不得意なんですね。 でアーティストたちって、であのね、これでもね、もともとみんな不得意ですよで。特に行政系の書類って、ちょっとコツみたいなのがありまして、えー、特殊用語みたいなのもあるので、でどこまで、えー、なんて言うんでしょうかね、そのえーとまあ、審査っていうかね、が厳しくて、どこまで緩いのかっていうようなポイントみたいなのが分かってないと、何書けばいいか分からなくなっちゃうんですよね。 えー、だから、その助成金を提出するときに何が求められているのかっていうことをちゃんと理解した上えで書くというようなあ取り方。 書類の書き方ですね。っていうのをですね、勉強させればいいと思うんです。これは勉強できると思うんですね。学生時代のうちに助成金取ってもいいし、取るっていうふうにしてもいいし、あるいはそのサンプルとしてですね、助成金のサンプルをまあ、書くっていうような授業でもいいと思うんですね。これ半年で十分うー教えることができると思いますね。次ですね、確定申告の方法で、これすごく重要ですよね。確定申告大、とっても大変ですよね。で、 なぜこれが重要かっていうとえ僕この3つ目にですねアーティストとしていく術を与えようって書いてないっていうところがポイントでフリーランスっていうことなんですねえアーティストになれる人は芸大美大を出てもですね大変少ないですただ、えー、芸大美大を出た人たちって実はですね自分たちでも気づいていないと思うんですが、えー、普通一般大学を出たですね人間よりも社会人社会で、えー、生きていく スキルっていうのはものすごくたくさん持っていますでそのスキルっていうのがですね実はですね何なのかっていう差別化ができていないとはというのはすごく問題だと思うんですねただ、えー、大学を卒業した後に数年するとですねあのものすごく活躍するっていう人がですねたくさん出てきます、えー、これは僕の実感としてあるんですがまあ、5年ぐらいするとですね、えー、違う業界でですねすごいあのバリバリ仕事ができているという人たくさん出てくるんですよで えー、それ、実はですねあの、初めから確定申告のやり方とか,か、まあ、あるいは、まあ、会社の作り方とかもそうですね、かもう法人化しちゃえばいいと思うんで、初めからね、法人化してもいいと思うんだけど、えー、そういうことが分かっていれば、ですね1、えー、人で生きていこうという,う選択ができるわけです。かつ、確定申告の方法なんかが分かっていれば、アーティストと,のと、まあ、このそ,のそのスキルを生かした仕事っていう2つっていうのが、えー、同時に可能になります。 でこれはですね、アーティスト増やすにもいいと思うんですね。なので、えー、っとですねまあ、確定申告の方法を教えることによって、要するに簡単に言うとお金のお扱い方を教えるということですね。えー、これがあ必要なのではないかと思います。はい。で、最後、えー、次ですね。売、え、買、ー、契約書の作成。で、えー、契約書 社会ではないというふうに、まあ、日本はまあ言われてますし、実際ギャラリーとですね、契約をですねしている人ってまあ結構少ないんですね、えー。きちんと契約書を結んでいる人ってそんなに多くはないんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりですね、あの必要だと思います。えー、これはあの新しく変えてほしいという意味ですね、僕はね。えー、なので、これは、あのこれでもやっぱ問題になるんですよ、やっぱりよく。で、えー、結局ですね、契約書がないがゆえに、 あのずるずるとです、ね、同じギャラリーに所属しているようないないような状況で,です、ねえーまあ、要するに、ね、契約書がないと何になるかというとあの関係がズブズブになるんですね関係性がねで、えー、とだら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 ですね、えー、個展もやらせてもらえないのになんか所属作家なのか何なのかみたいな感じでそのギャラリーのウェブサイトに名前が残っているからっていう形で、えー、だらだらと、えー、何もできないまま 家でただただ制作しているけど、展示の機会はないみたいな、そういうことになってくるんですね。えー、なので、これは契約書を作成しておいた方がいいだろうということです。さらにですね、さっき言ったのも関連してくるんですけども、これもしウェブサイト持っていれば、そのギャラリーと契約が切れてもですね、その画像とかっていうのは自分,自分で全部権利持ってるわけですから、えーっと、自分のサイトに載せればいいわけですよね。 これまあダブルで捨てればいいと思うんですけどねまあそういうことが可能になるということですはい、えー、でまあちょっとその他にあるとしたらということでちょっとですね、えー、まあこれはまああのだ打足みたいなものかもしれないけど私のちょっと希望みたいなことですねえー、まあ輪読ですね輪読あのー、今のゼミでもやってるの大学のゼミってどうなのかなと思うんですけど僕はやっぱりねあの大学の時に輪読っていうのをいくつかの授業でやって わけけでですけどゼミでもやったしねこれが一番力になりましたね。あの、精読するっていう方法ね。えー、本をみんなで読むってやつですね。えー、で、これ、まあ僕もプサゼミっていうのを一時期やっていて、また復活させたいとは思ってるんですけど、これ、輪読させるっていう、えー、やり方なんですけど、これはもう圧倒的に力がつきましたね。アーティストの力がつきました。で、これはもう実証されたと思っているので、僕は。えー、これも間違いありません。 でプレゼンテーション能力がもう飛躍的にアップします。これはロジックっていうのがどういうことかっていうのがですね、わかりますから、あこれ絶対必要ですね。えー、ただ、これ本選びが重要ですけどね。あの古典がいいと思います。あの古いものがいいです。古いものはいいんです。もう間違いない。えー、残ってますから。残ってるものはいいですから、古いものを読んだ方がいいですね。えー、だからもうあのプラトンとか、そういうアリストテレスとかね、そういうところから読むということですね。 え次ですね、論文の書き方。で、えー、論文の書き方もですね、やっぱりもうちょっと細かく教えた方がいいと思いますよ。あのー、僕も一応論文は、あの論文っていうかね、芸大の博士課程の論文とか読むわけですけれども、まあちょっと、あのー、論文の書き方ってありますからね、あの全く教えてないっていうのはよく分かりますよね。 あのそれは書き方を決めた方がいいですで。これはステートメントに行きますね。でステートメントっていうのは、まあ、一時期ね、ステートメントでポエムを書くなみたいな、ね、ことが言ってたけど僕はなんかその批判は僕は一度もしたことがない。なぜなら僕は死っていうものはそんなにあの甘いものじゃないかと,だと思ってるわけですね。死こそが言語をギリギリまで切り詰めるあの芸術ですから。 えー、そしてそれこそプラトンとかねアリストテレスが最も危険視したのが詩ですよね芸術ですよね、えー、ですからあのー、まあいい,いやこ,れこれちょっと話がずれちゃったけどまあとにかくですねロジックですロジック要するに主張っていうのがパーンと分かんなきゃいけないんですよで主張があってそれを説明していくとビコーズって説明していくというね、えー、そういうですねやっぱりあのー、流れがあ必要だと思いますね説得力のある文章を書くっていうのがステートメントですから それは重要だと思います、はい、で次、美学・美術史。これね、ね僕、思うんだけど、美学・美術史って大学、美大芸大、美大であまり教えてなくないですかあの知ってる人、ものすごい少ないですよね。やっぱり、ですね通史としてあの、僕は4年かけていいと思うな。だって、美術系の大学なんだ4年間あのあの、まあ、それはある程度、希望に沿えばいいと思いますよ。だけどあの かなり必修に近い形で美学美術史は教えるのが自然だと思います。はい。え次、科学。で、科学とまあ美術っていうかね、これは一緒だったでしょっていうのがまあ僕の考えなので、こういうのも必要ですよねっていうことですね。ただ、まあ僕の場合、まあ僕のこれは感覚ですかね。まあ,あ、のやっぱりルネッサンスの,のちょっと頭になってる可能性はあるけどね。だけど、 あの美学美術史だけじゃなくて他の学問の最先端っていうのもやっぱり知っておくべきだろうとえそしてもちろん最新のアート情報ですねこういうまあちょっとあのゴシップみたいなのも多いんだけどね最近のアートマーケットはどうかとか最近のアートの動向ってどうなってるのかっていうのはやっぱり知っとかないとあのその中で戦っていくわけなのでえこれ新しいでしょっていうふうに作品を見せられていやーめっちゃ古いなみたいなっていうことっていうのはしょっちゅうあるわけですね僕は見ててね。 えー、なので、やっぱり最新アート情報をちゃんと集められるようにしておくべきだろうと。でこれはですね、やっぱり英語が必要ですから、えー、まあ、英語の、まあ、読み方になるのかな、これはね。だけど、コミュニケーションしてたら英語読めるようになりますから、えー、これは必要だろうという、あまあまあ、あの触れる機会を作ってあげるという意味でね、こういうのが大事かなと思います。そして最後ですね、就職活動。で、先ほども言いましたけど、アーティストっていうか、美大芸大の子ってものすごいスキル持ってるんですよね。で、 えー、かつ、うん、ですねスキルがあるっていうことともう一個ですね根性ありますよ基本的に芸術あの系美術系ってで物を作るのってものすごい根性いるでしょで、あのー、ひたすら同じことを続けたりとかするわけだからこれはねあ,のひとある種体育会系的なところがあるわけですね超文化系なわけだけど体育会系なノリもあるわけですね でそういう、ねえー、人材は企業はです、ね、絶対欲しいですよ。どう考えても企業はですね、えー、としては、えー、欲しがるはずなんですよ。で、そのことに、えー、と企業も大学がもうあんまり分かってないっていう感じがするんですね。で、確かに、あのーまあ、ちょっと自分勝手な人たちが多いから扱いにくいかもしれないけど、でもそれそ、そのぐらいの方が面白いでしょ。 だから特にベンチャーとかはいいと思うし、えー、それこそ僕なんかね、あのねまあ、コンサルとか難しいと思うけどあの、ね、商社とかね、ああいう根性系のところね、あと、まあ、営,業営業なんかは難しいかもね、だけど、えーと、バックヤードで仕事をするっていう人たち、えー、ですね、えーまあ、例えば自動車産業でもデザインとか、えー、っていうようなことに関しては、あのこれはですね能力持ってますよ、実は美大芸大生。 のででこれはすすごくいいと思うんですだから、就職活動を,を支援する僕あのななんてんです、キャリアなんとかかみたいなのって大体大学にありますよね。えー、キャリアを、キャリアってまあ就職活動家みたいなところですね。そういうのが、芸大、芸大ちょっと弱いんじゃないですか。もうちょっと頑張らせた方がいいと思うんですね。で、えー、と大学まあ3年生から4年生にかけて、思いっきり就職活動をです、ね、させればいいと思います。 そうすればですね、かなりいいとこ受かりますよ。実際ですね、真面目に就職活動をした人って、僕が知ってる限り、芸大美大出身の人たちはかなりいいところに行ってます。で、まあ、辞めたりもするけどね、でもちゃんと続けてる人もいるし、えー、それはあんまり、あの、一般大学とも変わる、僕は、ま、僕はまあ慶応と東大行ったけど、まあ、あんまり変わらないと思いますよ。あの慶応や東大ともあんまりそのあの、離職率はそんなに変わらないような気がする。えー、なので、えー、ちゃんと就職活動をさせればですね、 えーまあ、半分ぐらいは僕、結構いいところに、あのー、取ってもらえると思いますよ。で、まあ、例えば5割、えー、ちゃんと企業に行ったとしてですね、やっぱりその方が幸せになれる確率高いしね、でえー、さらに英語使えたらめっちゃいいでしょ、こんな人材もうめちゃくちゃ欲しいでしょ、でえー、と5割行ったとして、残りの5割が、えー、とアーティストと、あとはフリーランスで働くと。 いうような、こういうようなモデルがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ということでね、最後ね、もう一度見ておきましょう。えー、1つ目ですね、えー、半分は英語で授業をせよと。えー、2つ目、えー、学生全員にウェブサイトを作成させよう。3つ目、フリーランスとして生きていく術を与えようということでですね、えー、この3つをですね、えー、ができればですね、芸大、美大、まあ、非常にまた良くなるのではないかなと思っております。ということで、まああの、勝手な要望ですね。はい。ということで、 えー、こんな動画も撮ってみました。まあ、あの、よろしければですね、グッドボタンとあ、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ではまた。